で知能については、うん、年齢とともに遺伝率が上がり、うん、思春期を過ぎると 70% を超えることが分かっていると、うん、なるほど。パーソナリティの遺伝率は平均すれば 50% 以上。パーソナリティ、はい、パーソナリティの部分も 50% が遺伝、うんうん、で知能については、まあ、70% を超える、うんうんうん、音楽やスポーツの能力も遺伝率が 80% 近くなると、はい、性格や才能、認知能力から精神疾患に至るまで、うん、人生のすべての領域に遺伝が関わり、うん、その影響は一般に思われているよりもかなり大きいと、うん、ここで重要なのは、うん、極端なものほど遺伝率が高くなるという法則だと、はい、恋人から別れを切り出されたとか、うん、仕事で失敗したとか、さまざまなネガティブな出来事によって、うん、抑うつ的な気分になることは誰でもあるだろうと、はい、もちろんこれにも影響、遺伝の影響があって、うん、それが打たれ強いとか心が折れやすいっていう経験にも関係するだろうが、うん、日常的な鬱や不安の原因の多くは環境によるものだと、うん、そうですね、多分環境が良ければ、うん、この親からね、うん、ちょっと鬱っぽいのを引き継いでたとしても、うんうんうん、環境さえなんかうまくいっていれば、多分そんなに鬱になったりはしない、はいはい、ここがこの我々が生きているドラクエの難しさですよね、はいはい、平均付近、うん、この、まあ、プラマイ1ゼロがあって、はいはい、プラマイ1ぐらい、うん、では、うん、生徳的なものより、うん、環境の影響の方が大きいとすると、うんうんうん、あ、そうですね、生まれながらに持ったものより、うんうん、環境によることの方が多い、うん、とするとある時は外交的で別の機会では内向的になったり、日によって楽観的悲観的っていうのが入れ替わるのはよくあると。そうですね、なんでこの場合パーソナリティのレッテルを貼るのは適切ではないと。だが鬱とか双極性障害、双の方ですね、双鬱とか鬱とか双鬱、統合失調症のような精神疾患になると遺伝率は 70% 80% まで上がると、うん、こうした症状は環境を変えたくらいでは容易に変化しない、うん、精神疾患は病気かそうではないかの二者択一ではなく連続的、連続体、うん、スペクトラムっていうのはこのなんか色がぼやけた感じですね、うん、7色虹があるとするとぼやーんとしてる、うんうん、この連続、そうですよね、はい、うん、その連続体で極端な症状ほど遺伝の影響が大きいと、はい、日本では未だに自閉症のようなこの精神疾患に対して、うん、やっぱり子育てに問題があるんじゃないの、うんうん、って決めつけがあり、うん、ただえさえこの困難な環境を強いられて親を苦しめると、うんうん、リベラルな社会では遺伝の影響を語ることは、うん、ナチスの優生学と同じ、うん、と徹底的に忌避され、うん、子育てや家庭環境の影響が過剰に強調されると、うんうんうん、こうして一部の恵まれた母親が自分はいかにして子育てに成功したのかをもうこのどうだと言わんばかりに語り、その陰で子どもの問題は全て親が悪いとされることになったというふうにまあ書かれていますね。なるほど、でもこの遺伝って難しい、遺伝って難しいのは、はい、こう 1+1 が2じゃなかったりすることがあるみたいな。というのはこのうつ傾向の遺伝を引き継いだからうつになる人もいれば、はい、両方ともうつじゃないけどそれが組み合わさることによってうち A と B が組み合わさったら全く違うものになったみたいな。あ、そういうのもある。そういうのもある。なるほど。その自閉症とかだとそういうのが、だから自閉症の子供が絶対自閉症かっていうとそうでもないし、はい、親が大丈夫なら自閉症が生まれないかっていうとそうでもないしみたいな。なるほど。組み合わせ、複雑な組み合わせでそれが出来上がるみたいな、子供はそういう感じだからみたいな。でもまあ僕はだからピンときたのはその極端なものほど遺伝だっていう、うんうん、まあ、僕のこの頭ね。はいはいはい。それが極端なんですか。もう僕のお父さんのことは聞かないでみんな。僕のお父さんのことは聞かないで。はい、あ、実際のうちの父親に会うと、はい、髪の毛はあるんですけど、うん、理由は聞かないでください、はいはい、何度か出てますね、はい、その理由も。で僕のお父さんの頭もあんまり見ないでください、はいはい、
っていうとこなんですよね、はいはい、で同じだけど違うという二重のアイデンティティというのがあって、はい、パーソナリティの遺伝率が5割、うん、ということは残りの半分は環境の影響になるが、うん、行動遺伝学ではこれを共有環境と非共有環境に分けていると、はい、これは何度も指摘この本で指摘してきたが、うん、行動遺伝学の驚くべき知見は、うん、遺伝の影響がリベラルな人たちが望んでいるより、はい、ずっと大きいことではなく、うん、共有環境の影響がほとんどゼロに近いことだと。もう一回読みますね、すいません、はい、遺伝の影響がずっと大きいことではなく、共有環境の影響がほとんどゼロに近い、うん、共有環境というのは、うん、生育にあたって、うん、兄弟が共有する環境、うんうん、これ諸説あるらしいんですけどね、うん、この共有環境というのは生育にあたって兄弟が共有する環境のことで、うんうん、家庭環境イコール子育てと考えればいいだろうと、うん、出た、うん、非共有環境というのは、うん、兄弟が別々に体験する環境のことだ、うんうん、分かった、そういうことですね。どういうことですか。あの共有環境っていうのはお家です。お家の中の環境、はいはい、うん、で非共有環境っていうのは、うん、この兄弟とは共有してない外の世界、うん、個人が経験したもの、はい、個人がお家の外で経験しているもの、まあ、お家の中かもしでもあるかもしれない、でもそこは兄弟との共有じゃないので、うん、あだからあというのは、うん、その人個人が個人だけが経験したことってことですよね。じゃあちょっと読みましょうか、すいません、はい、なので、うん、まずパーソナリティは、うん、遺伝が 50% だよ、はいはい、でこの親が教育環境だ、うん、家庭環境だ、うん、っていうのが共有環境、うん、家庭環境が共有環境です、うんうんうん、で非共有環境っていうのは、うんうん、家庭環境以外ですね、うんうん、ということは、うん、日本だけでなく世界中で子どもの人生は子どもの、うん、うまいか下手かによって決まると当然のように信じられている。だが行動遺伝学はこの常識が極めて疑わしいという知見を積み上げてきたと、うん、ほとんどの研究でパーソナリティにおけるこの家庭環境の影響はめっちゃちっちゃいと。だとしたら何が子どもの人生を決めるかというと、それは遺伝と非共有環境になると。惜しくも2018年亡くなった発達心理学者、うん、ジュディス・リッチ・ハリスは、うん、非共有環境とは、うん、子どもの集団の中でのキャラのことだという独自の理論を20年以上前に唱え、うん、子育ての努力には意味がないのか、うん、との論争を巻き起こしたが、うん、未だにこれを超える説得力を持つ理論を提示できてないと、うんうん、それにもかかわらず発達心理学者の多くは、うん、未だにこの行動遺伝学の知見を無視して、うん、母子関係、うん、最近では父子関係も重要だっていうのを強調している、うん、要は行動遺伝学では、うん、もうこの共有環境っていうのは、うん、あまりほとんど、キャラ付けに影響しないって言ってるのに、はい、うん、まあ、多分お金になるからでしょうね、そういうのが、うんうん、お金になるからなのか分かんないですけど、あ要はあごめんなさい、これは僕の勝手な、はい、意見です、ごめんなさい、はい、徹底的に社会的な動物である人は、うん、自分を集団と一体化すると同時に、うん、集団の中で、うん、自分を目立たせるという、はい、極めて複雑なゲームをしていると、うんうんうん、それぞれの集団には固有の印があり、うん、それを身につけていないと排除されてしまう、うんうんうん、これがアイデンティティ、うん、帰属意識、うん、で、うん、人類が進化の大半を過ごした旧石器時代には、うん、集団に属していない個体は生き延びることができなかった、うん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 、これ多分もうライオンも、うん、猿とかも全部多分そうですよね、うんうん、子供時代に誰もが思い知らされたように、うん、特定の友達グループに所属するには、うん、ファッション、うん、音楽、うん、ゲーム、うん、スポーツの趣味など
暗黙の印を共有しなければならない、うん、この辺で多分生きづらさが出てくるんでしょうね、うん、はい。で子供たちは、うん、これ、まあ、書いてないですけど、うん、残酷な子供たちは、うん、印の微妙な違いを、うん、たちまち見分けて、うん、仲間よそ者っていうのを分類すると、うん、頑張れクラブっていやってことですよね。でこうして特定の集団、うん、ギャルパリピに属することで、うん、このパーソナリティを身につけていくと、うん、だが、うん、単に自分を集団と一体化させるだけでは、うん、子孫を最大化するという、うん、進化の適応、うん、を達成できない、うん、要は、うん、遺伝子を残したいっていうのが、うん、我々の遺伝子には多分組み込まれてるんですよね、うん、これは強烈に、うん、でも本能ですから、ね、はい、うん、生き残らなければならないけど、うん、その中で目立たないと、うん、目立ってあの優れてるよってやらないと、うん、この遺伝子を残していけない、うん、難しいゲームですね。でこの異性を獲得するためには、うん、この集団の中で個性を作らないといけないと、うん、紛らわしいことに、うん、この個性っていうのも、うん、アイデンティティと言われると、うん、要は貴族意識っていうアイデンティティっていうのを 先に説明したんですけど、この個性っていうのも、うん、アイデンティティと言われると、うん、生存、うん、生き延びるためにこの特定の社会に一体化することと、うん、生存、これは生存ですね、うん、集団と一体化、生殖、異性を獲得するために、うん、集団の中で目立つことの、うん、ためには社会的アイデンティティと個人的アイデンティティを巧みに操らないといけないと、同じだけど違うこの役割を私たちはパーソナリティとして知覚するのだと、皆さん今までよく生き残ったそうやってるんですよ、みんな自然と巧みに使ってみんなやってますよって話ですよね。そう、ちょっとあこれって今明るくできます、画面って画面を こっちが明るくなってしまったので見た目が悪くなってしまった二等兵のすいません、体調動かしてしまってちょっと明るくしますね、すいません。あ、じゃあこのぐらいで、はい、顔さっきやっぱルックが良くないと説得力が下がってしまうので、はい、そうなんですよね、うん、今皆さんが生きてきたのは、はい、皆様がこの社会の中で、うん、選択してできた自分ですもんね、うん、生き残ろうとして、うん、でそもそも、はい、このビッグファイブみんな大体真ん中辺にいるよって言ってるじゃないですか多くの人が、はい、遺伝だって言うけど遺伝的にもみんな真ん中辺なんだよってあのね体調の理論でいくとね、うん、みんなそうなっちゃうんですよ。体調の理論じゃなくてそもそもそうやって言ってるじゃないですか。で中にはどう受け止めてるかですよ、それを。中にはこう飛び抜ける人がいる、左右に。じゃこのね、うん、この中にも、うん、繊細な色があるじゃないですか。でこの中はなんかいろいろ気をつけたら治るレベルですよ。そんな大雑把に分けちゃダメですってっていう話が真ん中なんですよ。標準、あなたたちは標準的な人、これを何者でもない標準的な人なんですよ。いや違うねその中でもどうやってまあ、ビビタルボーですよ。まあなんか環境とかは影響するかもしれないですよ。あで、うん、残酷なのはね、うん、要はこの今まで、うん、あの6つそういう、はい、なんて言うんだろう、外交性があってとかやってきたじゃないですか、うん、はい、そういうのが関係ないって言われるんですよね、うん、あの選ばれるのは外見ですって言われるんです、はい、そういうの関係ないんだよねって、うん、でももうその外見もこの辺なんですよ、きっと超イケメンとかっていう話じゃないんですよ。あ、まあ確かにみんなこう身なりとか気をつければそれはあると思います、うん、はい、特にね髪の毛があってね、うん、あのなんかモテんとか言ってるやつはね僕は許せんですけどねお前そんな天部の才能があってね何を弱音言ってんだよって、うん、俺はもう23ぐらいでハゲてしまってそれでも頑張ってんだよって、うん、はい、23でハゲてデブでお前らは頑張れるかって、うん、申し訳ございません。でもまあ本能ですからね、はい、本能ですからね。というのは頑張りたい、モテたい、はい、はい、僕は頑張りましたよ、うんうん、そこで頑張りクラブをやりましたよはい、はい、で要はこの本は、はい、この我々が生きているドラクエの中で、うんうんうん、いいところでキャラ付けしようねっていう本です、うんうんうん、はい。
演目が変われば役者のキャラも変わると、はい、見知らぬ相手と出会った時、私たちがまず無意識に気にするのは、うん、自分と同じ印を持っているかどうかだと、うんうんうん、あ、これはね、僕は、はい、あの社会的なヒエラルヒーが見えると思ってる人間なので、うん、高校の時とかも、はい、これはなんとなく分かったりします、はい、要は印を持っている、すなわち生存への脅威でない、うん、と分かったら次に気にするのが、うん、この人が自分にとって価値があるかどうか、うんうんうん、この時の判断基準が外見や知能を含むパーソナリティということになると、はい、このことからパーソナリティは自分の中にあるのではなく、うん、他者との関係によって作られることが分かると、うん、それを劇的に示したのが高校を中退し補導歴もあるバスケットボールが好きな黒人の若者のケースだと、うん、ニューヨークでも治安の悪いサウスブロンクスで育った若者は、うん、スラム街の子供を遠く離れた土地に転居されるプログラムに選ばれ、はい、中流階級の白人家庭の子供しかいない、うん、ニューメキシコ州の小さな町の高校に転校した、うん、2年後彼は大学のバスケットボール部のエースとして活躍し、はい、成績も A と B ばかりで大学進学を目指していた、うん、この奇跡、うん、かっこキャラ転換は、うん、周囲、うん、かっこ同じ年の仲間の評価がギャングの下っ端になるか、うん、失敗しかない黒人から俺たちバスケットボールチームのスーパースターに変わった、うん、要はそのスラム街の時は、うん、ギャングの下っ端か、うん、もう失敗の人生をたどるしかない黒人が、白人の中流階級のところしかいない高校に行くと、うん、バスケのスーパースターになり、うん、大学を目指す、うん、ということで説明できるだろうと、はい、演目が変わればそれに合わせて役者のキャラも変わるのだと、うん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 、これやっぱりちょっと興味深いです、ね、なんかこの外見も、はい、イケメン有利みたいな話じゃないんじゃないですかね。キャラが求める、その黒人っていう外見が、はい、こうスーパースターになったわけじゃないですか。能力なのか、能力も、まあ、だとキャラですね。キャラですね、うんうん、外見じゃなくてキャラですね、うんはい、それが普通の白人の見た目だったら埋もれてた可能性もあるじゃないですか。それはある、うん、それはあると思います、うん、確かにこの友達効果はより大規模な実験でも確かめられている、うん、1990年代に行われた機械、うん、機械っていうのはこのオポチュニティの機械ですね、はい、機械への移住実験プログラムでは、はい、家庭の幸福と地域の関係を調べるため、うん、アメリカの各地、ボルチモア、ボストン、シカゴ、ロサンゼルス、ニューヨークの公共住宅に住む4600の家族を次のグループに振り分けたと、うん、1、貧困度が小さい地域でしか使えない家賃補助券を受け取る、うん、このグループは、家賃補助を受けるためにはもう少し裕福な地区に引っ越さなければならなかった、うん、どこでも好きなところで使える家賃補助券を受け取る、このグループは同じ地域にとどまることができたので、うん、ほとんどは家賃を節約するだけで引っ越さなかった、うん、家賃補助券を受け取れない対象群、うん、この後アメリカ国税庁による納税データを使って、うん、子どもの育った場所が収入や人生にどう影響するかが追跡、うん、調査された、うん、それによると条件付き家賃補助券をもらって引っ越したグループの子どもは、はい、うん、20代半ばに達した時の収入が補助券をもらえなかった対象群の子供よりも3分の1以上高くなった、うん、転居時点で8歳だった子供が受け取った利益は生涯収入で30万ドル、うん、約3000万と見積もられている、うん、同様に大学に進む確率が6分の1高く、うん、通う大学のランクは大幅に上がり、うん、貧しい地域に住んだり子供の誕生時に一人親になる確率は小さかった、うん、それに対してどこでも伝える家賃補助券を受け取ったグループでは、うん、何にももらえなかった対象群と比べて、うん、さほど大きな利益は得られない、うん、得られなかった、うん、
より正確には大将軍より改善はしたのだが、うん、そのプラス面のほとんどはわざわざ裕福な地域の引っ越しを選択した世帯の子どもたちがもたらしたものだった、うんうん、なるほど。この実験では子どもはそれまでと同じ家庭で育ったのだから、うん、成人してからの大きな違いを生み出したのは、うん、家庭外の環境しかないと、うんうんうん、すなわち子育て、うん、共有環境ではなくそれぞれの地域の友達関係が子どもの将来に決定的な影響を及ぼしたのだと、うん、まあそれはありそうですよね。学校、うん、だとやっぱりみんな私立に行かしたがるんですね、うんうん、なるほど、うん、よりいい環境の方が、まあ、周りの人たちもいい方がスラムの学校行くよりもそりゃそうですよね、はい、家庭環境は裕福で良かったとしてもでも、うん、あの体調がね、うん、よくなんかその、はい、まあ、あの、あまりよろしくない高校に行かれたと、はいはい、不良ばっかりの、はいはい、そこで、うん、あの入学なんて言うんだろう開校以来の天才だって言われて、はい、そんなことは言われてないですよね大学に行くわけじゃないですか、はいはいはい、そういうで、まあ、その要は大学に行った時の環境が良かった感じじゃないですか。周りにいた人たちがなんか一緒にこう勉強するような環境になったから一緒に勉強すれば、はい、あなのでこうずっと頭が悪いって思ってた、はい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 、頭が悪いと思ってたから、はい、まあ、こんなもんだって思ってたけど、はい、大学に行ったらこう勉強するじゃないですか、はい、他の人と同じように、はいはいはい、そしたら他の人と同じような成績にはなるわけじゃないですか。環境ですね。だから環境ですよ。そこで僕が勉強し始めてでこう簿記1級とか取ってみたいな、はい、他の人にも勉強すればできるみたいなのは分かるわけじゃないですか。なるほど、うん